普段は居酒屋さんでこうちょっとご飯食べながら飲んでからお家で一人でほっと一息っていうシーンがあったと思うんですけど、今回は友達と一緒にほっと一息っていう、またこういつもとちょっと違う環境でのこう時間が見れるかなと思うんですけど、こういつにも増して自然体な姿っていうものが見れるのではないかなと思います。長回しをして本当にこう会話を楽しむっていうところを長回ししていただいた部分があるので、そこは本当に何だろう、セリフでもないし、なんかお芝居っていうよりも本当にその場の空気、楽しい空気っていうものを皆さんにも感じていただけたらなって思います。やっぱ飲みカットはいつもちょっと緊張しますね。私自身ビールがすごい好きなんですけど、どうしたらこう皆さんに伝わるかなって思うんですけど、でも結局やっぱり何も考えずにこう自然に飲んだ一発目がなんかいつも監督褒めてくださるので、今回も無事に撮れてよかったです。家族でこう一日の終わりに一杯飲んでる時っていうのもすごくホッとするんですけど、お風呂も入ってもうすぐで寝る状態でお布団に入った時がこうもう最上級のホットな気がします。ああ今日も一日無事に終わったぞ、今日が終わるぞっていうタイミングは、なんだろう、そんななんか毎日命がけなわけじゃないですけど、今日も生きたぞみたいな感じがしますね。最近はちょっと YouTube を見ながらストレッチして寝るようにしてます。一日の疲れをちょっとこう癒すというか、体をほぐしてからじゃあ明日も頑張ろうと思って、はい、寝るようにしてます。今日に関しては丸 F チームの皆さんですね。今日はもう本当に朝早くから撮影をしていて、まあ、実はこの後もまだ残ってるものもあるので、一日ね長いので本当に今日が終わったら皆さんお疲れ生ですをしてほしいです。出るのでとにかく出よう、家から出よう、外に出よう、東京から出よう、いろんな本当に経験体験を、いやお仕事が本当に多分刺激的すぎて、毎日最近引きこもりがちなのでずっとお家にいることが多いので、来年は外出、外でもいいなどっちがいいだろう、外、まあ結局外出ですね、外出をする年にしたいと思いますCM をご覧の皆さん、アサヒ生ビールの新 CM に出演しております芳根京子です。今回の新 CM では仲間と笑い合う様子や家族と安心し合う様子などを通じて、いろいろな人にとってのホッとするシーンを描いています。今の時期、家族や同僚の皆様と集まる機会も多くなるかなと思いますので、皆様もぜひお疲れ生ですと声を掛け合ってホッとする時間を過ごしてほしいなと思います。それでは新 CM をお楽しみください。芳根京子でした。